クライズデールテリア、クライズデールテリアとは、イギリスのスコットランド原産のテリア犬種の一種である。スカイテリアを商用に改良した犬種で、現在は絶滅している。旧犬種名は、ベーズリーテリア。クライズデールテリアは1870年代、スカイテリアを、ド毒グとして、より華やかなものにするために作出された。一時期スカイ種の人気をさらったが、ショード毒グとして、 過度に改良された犬種は弱化し、遺伝的疾患を持つ犬が増えるというネガティブイメージが年々増えてきたことにより、人気が低下し、犬質を向上する目的で改良を進め、犬種名を現在のものに解消したものの人気は回復せず、第二次世界大戦の最中に絶滅が確認された。しかし、その地はヨークシャーテリアやオーストラリアンシルキーテリアに受け継がれている。 スカイテリアは紐が硬いが、クライズデイルはシルクのようなしなやかな紐である。これでは作業時に雪や泥ですぐに紐が絡まりうまくないと批判があり、絶滅の一番の要因になった。立ち耳、サーベル型のタレオで、毛色はスチールブルー、ブルー、ブラック、シルバーなど。サイズはスカイテリアと同じく対向はオス26センチメートル前後。 メス24センチメートル前後で、体重は8.5から10.5キログラムである。性格は外交的でおとなしく、消毒として扱いやすくなっている。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動振興者、2007年。ありがとうございます。